二人が行くってなったら僕も行かなきゃダメなんだよね。迷わなきゃいいんだけど。実は昨日少しは意味の分かりそうな図入りの本を見つけてさ、いつかきっと読み解いてみせるよ。ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家、7月1日放送開始。